コンコン。ボーイ、入りなさい。失礼いたします。柴田様、今月分の新規カードの画像が、用意できましたので、そのカードのテキスト部分を聞き取りに参りました。なるほどボーイ、素晴らしい新環境を作ってみせましょう。それでは早速、一つ目のカードでございます。はい、こちらのカードです。おっと、なるほど。これはモンスターカードでしょうか、それとも魔法カードでしょうか。こちらは装備ボーイ。装備ボーイ。装備魔法ボーイ。なるほど、装備魔法、どのような効果が。これ何枚ある。これ全部で20枚ずつの多くない。40枚ありますね、サクサクと。そんなすぐ効果出てこないボーイ。ちょっと、いや毎月大変ですよね、新しいカードこんなに。そうだボーイ、すいません、たくさん飲んでください。ストレートボーイ。さすがにこのモンスターに乗車したモンスターが破壊された時、はいはい、そのモンスターは手札に戻るボーイ。あ、破壊され、はい、もしもそのモンスターは破壊された場合手札に戻ってくる。そうだボーイ、はい、りました。そしてこのファンカーゴは廃車となり、相手の山札の一番上に行くボーイ。なるほど、それも知らない。相手のドローを封じることもできる。一度封じることができるボーイね。なるほどです、いいカードだと思います。お次のカードこちらでございます。僕のことをモンスターだと思ってる。あ、僕、あ、ペガス柴田ですか今。はい、これは何でしょう、しょうもないやつ、しょうもないやつですね、これは、うん、これはモンスターカードですよね。モンスターボーイ、はい、星4モンスター、攻撃力は1700、ちょうどいい。守備力は、守備力はないな、これ500。守備力500。そしてこのモンスターの名前はブス。効果テキストがあれば聞いておきますか。自分のエンドフェイズ時、相手のモンスターにブスカウンターを一つ乗せることができる。ブスカウンターが2つ乗ったらブサイクになってしまう。はい、ブスは攻撃力、守備力ともにゼロですと、このカード自体もゼロの力にするって、ブスという名称なので。あ、ブストークンだから。あ、でもこれが増えてもキモいよな、これ増える。ああ、じゃあこれになってしまうってことですか。まあこれになっちゃうか。わかりました。じゃあブスが増殖してしまうと。そう、なるほど。で、相手の強いモンスターにブスカウンターを乗せることによって、そのモンスターをブスにすることができる。そうだボーイ、わかりました。では次のカード。これはもうディアンケトと同じ効果。これはディアンケトですね。ディアンケトと同じでしかない、はい、全く同じですね、はい、うん、全く同じ。じゃあカードの名前で決めてくれれば。ジボ、慈愛の母と書いてジボ、ディアンケト。もうディアンケトです。わかる人いるのかな今ボーイ。はい、ではこちら。おお、鍋。これは何ですか。トラップカードっぽいかな。トラップカード、はい、うん、グルメ細胞適合鍋。効果はお願いします。まあ一回反射をするかな、攻撃に対して相手に反射できます。反射というのはそのモンスターにということですか。マジックシリナーだなけは、プレイヤー、ダメージをプレイヤーです。強いな、でもまあいっか、そんぐらいで。じゃあマジックシリナーと同じ効果。うん、なるほどです、わかりました。こんぐらい、もうサクサクいこう。はい。名前お願いします。ちょっと失礼します、ちょっと考えてください。気分屋の店主、気分屋。なぜ秘書さん、仕事中に酒を覚え。失礼します。名前は、うん、うん、うん、送っていこうと思ったのに間違えた。あ、お前クソ、歩いて帰んなきゃいけないボーイ。ちょっと社長が間違えた、もう忘れてた。はい、あ、すいません、失礼しました。こちらアルカナ大天守。アルカナ大天守、はい、英語でサチオ。これを一体生贄が必要そうな気もするな。なるほど、うん、デーモンの召喚みたいな感じかな。6一旦、うん、星6で攻撃力2500、はい、守備力はあんまないかな、1500。なるほど、なんか言わしたいな。サチオのモノマネをすることで能力一度だけ無効化できる。能力とは、このモンスターに対しての。あ、効果を無効できる。一度だけ。
以上だけです。これは召喚してから一度キーですか、それともターン1ですか。召喚してからかな。はい、わかりました。意外とこのグルメ細胞適合鍋とアルカナ大天使たちの間にはシナジーないんですね。ああ、確かに。では、そういう意図だったのかな。なるほど、これフィールド魔法ですね。完全に完全にフィールド魔法です。はい、では効果だけ。効果は、各プレイヤーごとに1ターン目は1500ダメージ受ける、2ターン目は2500回復が、はい、まあ毎回来るみたいな感じですか。まあでもサウナってこんな感じじゃないですか。で、1500ダメージと2500回復を各交互に繰り返していくなるほど。まあなので、そのダメージを受けたターンとかが狙い目というか、そうですね、一気に攻めたいという感じですかね、うん、なるほど、非常にわかりやすいこれは完全にバフ系の魔法カードですね。はい、これはサウナイーグルで取ったな、これ明らかに変わんない人もんな。これ魔法カードですね。はい、まあ、モンスターの攻撃力をこのターン中だけ1500アップします。強いな強いな。まあでもシンプルですね。守備表示貫通。ああ、いいですね。守備貫通しましょう。守備貫通では、次いや、もうまとまってるな適当に撮ってるなこれ。あ、思い出した、適当にマシマシ撮ってるやん、これはなんか、シナジーを求めてるのかな。テーマみたいになってるもんな俺が戦うのはサウナデッキあ、それだったか、ちょっと、なるほどね。完全、まあオロポですよね、これは。はい、これも魔法カードですか。魔法カードじゃないかな、さすがに。はい、なんだと思います、なんかあります。これは以上結構難くないですか。これ結構難しいですね。一番イメージやすいのは回復ですね、うん、ただね、ゲームこういうカードゲームの世界で回復というカードは非常に弱いということなんだからね、うん、ドロー系とかないよね確かに今のところドローカードが一番ないですね。ただこのデュエル、あのそもそもデッキが20枚しかないので、ドローソースがあまりにも多いとちょっとやばいかもしれない。確かにLO になってしまうかもしれないですねタイプラリアウトしてしまうと、はい、サウナデッキはダメージ受けつつ多分殴っていくみたいな感じな気がするな。ほう、ライフポイント4000ですよね。うん、そうですね。だとするとさっきのフィールド魔法すごいですね。先に戦後食らっちゃいますかね。でも食らうことによってみたいなメリットが欲しいですね、ちょっと。そうですねHP が2000以下の場合、はい、ライフポイントが2000、ライフポイント2000以下の場合全回復。なるほど。では次、こちら。おお、これは何でしょう。おしゃれ、おしゃれの香水っぽいですね。うん、これは何カードですか。まあでも魔法カードにしか見えないっちゃ見えないね。まあまあしょうがないですね、これは。なんか魔法カードが多いようにも感じますが、モンスターは結構入れなくて大丈夫かな、デッキバランス的に。でもどう見ても魔法カードですかね、うん、はい、ここはモンスター呼ぶ系みたいな感じかな。ああ、まあ普通にデッキから好きなモンスター1体1体手札に加えられるとか、そんなもんすかね。一旦そんなもんにしておくか。そうだった。こちら、カードの名前は、おしっこじゃねえよ、パルファムだよ。はい、わかりました。はい、それでは、次のカード。量やん。ちょっと量やん。はい、これは何ですか。これモンスターカード。モンスターカードですね。はい。うん。なんかマスコット的な、クリボー的な感じにも見えなくもないですね。そうですね、まあちょっとあの上級モンスターが多すぎると敵が出ないんじゃないかってなる可能性ありますので守備力1000、攻撃力1000の、うん、まあサポートモンスターみたいな感じですかね。じゃあまあ星は2とかですか。はい、名前は龍ですよね、この犬の名前確かじゃあ龍にしときますか。3分の1ケルベロスにしときましょうで効果がやっぱりいりますね、このカード。うん、まあ、リバース効果、うん、相手は自分の犬となり、うん、一度だけ言うことを聞かせられる。ほう、やばいやばいですか。いや、いいと思います。まあ、だからそれ盤面に関わることでもいいですし、関わらないことでもいいですよね、はい、強いな強いなはい、では次行きましょう。おお、洗濯機か。はい、
これは機械族のモンスターと取るか、まあ、あの魔法カードと取るかですね。ああ、機械族のモンスターね、なるほど、まあ、機械族のモンスターですかね。ほう、星3ぐらいかな。3、うん、ではな、モンスター名をフィルター、メズマリン。はい、攻撃守備、まあ、これもサポートモンスターみたいな感じで結構弱くていい気がしますね、はい、攻撃500、守備力1500とか。なるほど、自分のプレイヤーが回復した時、うんうん、相手のフィールドのカードを1枚選択できる選択できる選択できるな、選択できるんだよね、はい、選択して選択します。あ、カードを、うん、まあ、つまり破壊みたいなもんですよね。まあまあまあ、そうですね、はい、ではほうほうほう、魔法か。これはもう魔法の炎、魔法系の炎と取るか、うん、カルシファーみたいなモンスターだと思うか。そうですね、はい、融合的な感じで、まあ融解炉みたいなのしておきますか。融解炉、ほう、自分の手札か墓地から好きなモンスターを2体融合させるなるほど。しかし今回 の, あのルールでは、はい、エクストラデッキとかありませんので、うん、そのどのモンスターとどのモンスターがあの融合するかもまだ分かんないんですけど、まあ、そうですね、効果は自分で雰囲気で決めるだいたい踏襲した感じでね。まあそうですね、500と攻撃力500が融合して5000になるわけはないですよね。まあそうですね、はい、いや、いいと思います、このデュエルならではのことはい、ではこれは何、もう缶つまみたいに見えますけどこれは何でしょう。最後の晩缶つまですか。はい、効果教えてください。効果、うん、さあ柴田さん、だんだんねアホになってきましたね、ルールが。はい、そのためのこれですか、もしかして。いや、まあ、まあ、でも柴田さんいつもたしなんでらっしゃいますのでこれは弱いやん。だってこれは何でしょう。これはもう弱いっすよ。棒ですね、これは。はい、少年の頃の記憶、まあ、装備カードで、はい、まあ、この攻撃力が1上がりますまあだからあれですね、あの同じ場合あれですね、はい、で、いや相手は、うん、この装備魔法が存在している限り小学2年生ぐらいになる。相手は小人になる、相手も小人になっちゃうんですね。まあ相手ですね、はい、一応相手に負荷をかける。相手は小人みたいな言動になってしまうと、はい、俺のその機能はーってなっちゃいます。はい、おーっと、これは結構強そうな気はしますけどね。はい、これはモンスターだと思いますけど、まずこのモンスター名教えてください。2200年ナマズ、まあ、千年ドラゴンみたいにいましたよね。なるほど、そんな感じですかね。星は、星結構これ高いっす。ほう、これ切り札でもいいぐらい。ほう、星8は生き逃げ2体なわけですね、はい、攻撃力はもう強いですね。これ2000、うん、いや3000でいこう。ほう、3000でいこう。あのブルーアイズホワイトドラゴンと同じ、守備力は守備2500。わあ、ブルーアイズだ効果はあるんですか。効果は結構召喚むずいと思うんで、はい、このカードが手札にあるとき、はいはい、一発ギャグをして受けた場合特殊召喚できる。なるほど、これは助かりますね。召喚条件無視できると、うん、はい、これでいいでしょう。 おっとかっこいい車。はい2台、はい、この今回2台目ですね、うん、はい、装備かモンスターでもありえるのか。そうですね、まあ、機械族という概念がありますので、うん、柴田さん、様カルパス食います。あ、ありがとうございます。すいませんね、なんかちょっとカード考えて、気づいたら飲み会に出したらどうしようあ、車で引く車で引くっていうかモンスターですか。いや、魔法カードかな、うん、星4以下のモンスターは全て破壊、うん、え、もういいですそれはい、まあまあまあでもいいと思います。ほう、おお、気球、うん、うん、何カードを想定したんだろうな、これは。なんだと思う。まあ、なんていうんですかね、あのフワライダーみたいな感じでモンスターにも見えますし、普通にふわり、うん、緊急脱出系の何かの魔法カードにも思えますしね。ああ、確かに風船逃げ値がゼロになるまあでもちょっとモンスターが少ないんでモンスターにしますかね。あ、そうっすかね、はい、うん、なんかでも強いとは思えないな、はい、まあ星3、うん、サポート系にしか見えないな、はい、
名前は1200、1200とかでいいかな、うん、ダンフワライドベータ版はい、ゴースト非効果、うん、はい、効果なんかいい効果あります、ちょっとまあやられた時にハゼル系のね、うん、あの効果、まあポケモンで言うと誘惑、確かに誘惑じゃないか、まあこのやられた時に相手にダメージ与えるだとか、それかまあふわふわしてますので、うん、このやられずに手札に戻ってくるとかね、ああなるほど、うん、まあ爆発しちゃいますかね、はい、このモンスターが破壊された時相手に1500ダメージ、うん、うん、いいでしょう、はい、ではこちらこれはモロハの剣的なカードなのかな我々はよくこいつのことをモンスターと呼んだりしますからね、まあ、うん、どういうふうにも転べるカードですね、うん、はい、まずこ、カードの名前を、あ、地獄汁とはい、これはちなみに何カードですか、あ、なんだろう、魔法カードかな、モロハの剣的な、うんうんうん、自分の HP は1になる、そして攻撃力が上がるみたいな感じかな、うん、多分攻撃力が2倍になる、はい、今強い、いや今のところその攻撃力高いマスはそういませんので、あと、あの補足でこのカードを使った場合、はい、後で満腹屋に行くなるほど、はい、つまり装備カードですかね、装備魔法ですかね、いや、一旦のみし、あの通用できるっていう、じゃあ全モンスターその場にいる、ああ全は強いから一体だけですね一体選んで一体、はい、まあでもね、これデメリットもありますからね、発行者に、はい、実際のね、このデュエリストにダメージがいくのが面白いですね、うん、はい、もうそろそろ半分ですよ、おっ、おっと、真実の口、はい、モンスター、あー、モンスターでもありか、モンスターです、モンスター、はい名前はおっさん星4ですかね、普通に、はい、あ、汎用ですね、これ結構まあ汎用でいきたいな、1000、うん、これ結局1850、守備力強くていいな、2000、ほう、うん、石版だ、星4にしては破格のあれですねこのカードが召喚された時、はい、相手の口に10秒手を突っ込める普通にいい、めっちゃいいことしかないですな、このカード、はい、攻撃するときでもいいな、はい、こちらこれなんだろう、おーっと、トレビの泉、あー、トレビの泉か、これ、まあ、フィールド魔法感も別にありますけどね、ほう、うん、ただこのデッキすでにフィールド魔法ありますからね、あるからね、ちょっと腐っちゃいますね、サラダイーグルがあるんでトラップカードみたいな感じですかね、ほう、あの神戦っぽくはあるよね、うんうん、そうですね、まあ普通に1個入れといてもいいかな、うん、そういうのを、じゃあトラップしますかはい、じゃあ神戦と同じ効果、神戦は1個与えておいた方がいいでしょう、そうですね、まあでもそれだと神の戦国でいいじゃないかとなっちゃいますので、何か条件をつけてから神戦に、うん、まあだからそのライフポイントじゃあ 半分っていうのをなくして、半分じゃなくてトレビの戦国かな、うん、トレビの戦国、トレビの泉はトリビアの泉のもと、豆知識、無駄知識、トレビっぽいことって何ですかね、まあなんか豆知識ではないですけど、そのちょっとした秘密を言うとかね、相手の知らない、ああ、まあ相手がちょっと驚く豆知識を言えたらにしますか、うんうんうん、うん、いいと思います、このカードがあることによってだいぶバランスが引き締まる、はい、こちらサンタモニカルート66、途中から急に、うん、あの海外にこれは魔法カードですか、まあモンスターではないよな、さすがに、うん、終着点という、なるほど、意味があります、意味はありますよね、エンド・オブ・ザ・トレイって書いてありますもんね、まあ普通に乗っ取ったやついきますか、まあ、自分の HP は66になり、はい、このターンは終了するっていうトラップカードです、うん、あ、ターン終了ね、なるほど、だから相手のターンに発動すればターン強制終了っていう、なるほど、いいですね、カードの名前は旅の終着点、あ、エモいな、ちょっと俺行ったことあるからさこれエモさ知ってんだよ、これの、なるほど、僕も行ったことありますけど、なあまり何も思いませんでした、はい、では次こちら、これはなんかレクサスに行くとも食べる、レクサスで車を買うと食べれる伝説のケーキですね、まあ、L が強調されてるからな、 L、はい、まあ、自分のデッキからモンスターを1枚特殊召喚できる、なるほど、強いけど相手プレイヤーが L から始まる
単語を5つスラスラ言えたらこのカードこの効果なくなる。効果の名前は、あ、ここじゃない、カードの名前は、まあ、レクサスの洗礼みたいな感じですかね。なるほど。これで強いモンスター召喚できたら強いし、そうですね、何でもいいですからね。こちら、おっと、なんだこれ、これは黒焦げになったタイプですね。相手の、まあ、ハンデスみたいな感じな気がするな。なるほど。相手の手札から1枚選び見る。その手札からお金の匂いがした場合ヒャーッってもう破り捨てます。まあだからね、アストンマーティンとかありましたもんね。そうですね。だから財布が焦げただったらこの効果ですかね。はい。カードの名前は、もう焦げた財布。うん、いいと思います。もう基本的にモンスターなのとかカードの名前ふざけずに、うん、時折ね、ふざけたのがあった場合ね、驚きがありますから。はい、おーっと、これはもうポケカにあるよ。7枚めくってポケモン加えるみたいな。いやでもこれはもうポケモンカードいくしかないよな。うん、もう山札から7枚めくってポケモンをモンスター加えるしかないですね、これは。はい、それでいいと思います。名前もスーパーボールですからね。はい、はい、じゃあ次こちら。おおーっとか、うわ、これは強いんじゃないか。これはちょっとエース感ありますね。うん、本当はね、全カード見てから判断したいんだけどね。まあでもね、今回は本当にこの写真だけを見て判断するっていうのがちょっとちょっとシナジーもありますかね。シナジーが考えられないから。まあ一体生贄、うん、攻撃力、ね、2200くらいにしときましょう。ほう、意外と高くないですね。でも強化されるっていうパターンでいきます。はい、守備力の方が高い、2500ぐらい。うん、それちょっと効果がないとね、さっきのナマズにしか勝てないという、うん、だからワンチャン勝てるぐらいの性能にしたいんで、うん、なんだ、墓地のなんとかでかける300アップとか結構ありますよね。ブラックマジシャン側的なやつですね。うん、この軟弱者という相手のビンタをギブアップまでやります。はい、その数かける100は弱い、200ポイント攻撃力アップします。ほう、攻撃時200ポイント、うん、100でいいと思います。100、じゃあ相手のモンスター、相手の最強モンスターが3000なんで4回、うん、4回テレビになっちゃいますね。なので、ああ、それはいきますね。まあ、100、辛い思いをすれば攻撃力上げれるよっていうカードです、これは。はい、はい、まあ自爆系ですね、自分に爆をかける系。はい、おお、割れている。割れていますね。なんか、ああ、いやちょっと一瞬自分のターンをもう一回やる系をちょっと思いついたけどダメだな。あ、ちょっと禁止カードになっちゃいますね。時の女神のいたずら系のやつですね。はい、いいバランスないかな。自分のターン、壊れた時計が壊れている、ターン系、時計が壊れているってことは時間が通用しないってことですね。つまり時間ないしは順序が崩壊していると、秩序がないということだと思います。柴田様、私いいルールをいい効果を1個見つけましたけど、言うだけ提案してみましょう。秘書の力を、このデュエルをもう一度最初からやり直す。ああ、いいな、それで組みます。はい、ありがとうございます。はい、まさに写真にマッチした効果。はい、そしてこっち、この低級モンスター、うわー弱そう、これは弱いな。まあ弱いですね、完全に弱いカード、はい、弱いモンスターカードで、まあ攻撃力まあ、800、守備力600とかの低級モンスターで、まあ人食い虫みたいなモンスターね。リバースですね。リバース効果、相手のモンスター1匹破壊、うんうん、まあ、使用した場合、その効果を使用する場合眉毛を剃る。これは仕方ないですよね、眉毛ないから。何もおかしくないですもんね、うん、そして続いてこちらでございます。柴田様、クロウロン茶ですか。あ、千代様、残りが少なくなっておりました。申し訳ございません。君もどうだね。あ、千代様、いいですよ、先に開けていただいて。明日、ちょっと怒らないでよ。不機嫌でも怒らないで。ストレートなのよ。いや、でもワイルドタンキは、これは僕のストレートに乗ります。まあ、さっきまで攻めてラインナップだったのが、急に、ただの黒ウーロン茶というね。はい。黒ウーロン茶の五風拳みたいな感じで、ほう、まあ、なんか脂っこいものをカットできるっていうのでダメージをカットするみたいな感じにしましょうかね。なるほど、うん、まあ、2ターンの間1000以下のダメージは1000になる、1000以上のダメージは1000になる。はい、油カットっていうことですね。相手の満腹への効果を受けない。
効果は無効化できる。相手のワンピアの効果何でしたっけ。攻撃力2倍がもしあって負けそうになったら黒ウーロン茶使えば、まあ発動して2回エンドフェーズが来る間かな。まあ、じゃあトラップカードにしておきますか。その満腹屋に対していきなりこれ発動した場合だけね。はいはい、わかりました。確かに、いやでも本来は こいつ程度じゃ打ち消せないですけどね。まあね。ほう、これはあれですか、もしかしてあのねずこが入ってるやつ。はい、ねずっちが入ってるやつです。今の発言ちょっと使おう。ねずっちねずっちが入ってる箱っていう名前にしますか。ねずっちが入ってる箱。はい、これはどう見てもモンスターではないから魔法カードかな。はい、まあ、相手の問いに対して謎かけで答えられたならただねずっち、ねずっち成功だからねずっちが出てくる。ねずっちトークン。うん、場にねずっちトークンアタック2000強っを召喚する。はい、これじゃあ守備には守備で結構いい感じですね。うん、ではほう、おお、両替ですか。例えば相手に星7のモンスターがいたら3、4に分けるとかそういうやつがいいな。なるほど、シンクロ召喚の逆動ですね。高いものを払ったら安いものがいっぱい出てくるっていう効果だよね、とりあえず。そうですね。ちょっとね、僕ね、これ飲めすぎてちょっと頭回ってくる。ごめんなさいね、遊戯ボーイ。いや、それでも適当にサクサク決まっていくかと思いきや普通に考えすぎちゃう。そうなんですよ。いや、もういいですよ、別に ある程度雑でも指定カードみたいなのがあってもしょうがないと思いますが。まあこれモンスターに行こう。はい、わかりました。名前はエクスチェンジ会りょうさん、いいですか。エクスチェンジ会りょうさん、エクスチェンジ会りょうさんっていいですか。うん、まあ、でもある程度使いやすくしてあげたいから1600ぐらいかな。はい、1600。このカードアタックするとき、はい、お互いのデッキをもう入れ替える。それは面白いです。そして可能なら財布の千円札を両替するって一応書いとこう。なるほど、なるほど、可能だった場合ね。さあ、もうあとちょっとですね。おお、あ、うわ、これはエネコン。これはエネコンですね。これはエネミーコントローラーです。これはうまい、これはうまいな。いい、左、え、え、み、み、え、おいおい、左、右、A、B だけです。あ、そう、左に。本当は本家はコイン投げて、あ、違う、いや、普通にコントロールじゃなかったでしたっけ。まあ、一度スマブラで対戦し、ほう、勝ったなら相手モンスターのコントロールを一旦奪う。これ強いですね。これ強いね。カードは、うん、名前はこれカナティからもらったですよね。そうですね、本郷カナタのコントローラー、本郷カナティコントローラー、うん、カナティコントローラー。はい、おお、まあ、これはマッサージチェア。はい、うん、まあ、回復系な気はしますよね。しょっぱい効果にかけます。ライフポイント1200回復するみたいな。しょっぱ。あちらにもリアルゲートいますからね。HP をライフポイントを400。弱い、弱いですね。カードの名前はマッサーマッサージンジンチェアアイス。チェアアイス。本当に頭回らない。大丈夫か。ちょっとおい、これ飲んで、これ飲んで。こちら、はい、いただきます。あ、ザバス、ザバスか。はい、カードの名前はボディービルドキング。どうでしょう。使用者自身にある程度のね、肉体的な負担を与えるカードな気もしますね。うん、筋トレを何回した場合なんとかみたいな。この体勢でキープするやつを、うん、プランクだっけ、うん、で相手プレイヤーと勝負し、長く続いた方はライフポイント3000回復。勝負の中で勝負が発生しちゃうのが2連続続いてますけどね。はい、おお、これはまた筋肉。まあでもモンスターだな、さすがに。さすがにモンスターで、これはまあめっちゃ普通の人間みたいなモンスターですね。うん、まあ、まあ、まずモンスター名を。モンスター名は胸毛ワイバーン。はい、胸毛ワイバーン。はい、星は、まあ、さっきガンダムがエースだったよね。そうですね。汎用モンスターいたっけ。眉毛
の人とかがいましたね。まあでもそんなもんかもしれないです、もしかしたら。確かに低級モンスターが少ない、非常に少ないかも。低級少ないかも。そうですね、メズッチが入ってる箱からメズッチ同梱を出す。まあ、低級は上げた方がいいな。じゃあ普通の、まあ星4、はい、攻撃力1500。自分のプレイヤーに胸毛があったなら、あのこれっていきなり見るんですよね。はい、どう思います？ちょっと強化したいんですよね、アタック時強化とか。ああ、まあオネスみたいな感じですね、攻撃、うん、まあ攻撃力を2倍にして攻撃できるとなった場合はちょっと厳しい、あれ欲しいですね。トシミツを呼んで胸毛がめっちゃあったと確認できた場合、攻撃力が2倍になるんですか？違います。まあ、トシミツの胸毛をこうジェーってやって、うん、3本以上抜けた場合あ、そうですね、それにしましょう。まあ、その誰でもいいでしょ、トシミツって言うとなんか、うん、まるでこのモンスターがトシミツかになるんで、うん、誰かの胸毛を3本引きちぎった場合、攻撃力が2倍になる。うん、いいモンスターですね。うん、おお、これはもうかわいいですね。普通に柴井さんがこの猫に名前つけるなっていう気持ちでつけたらいいんじゃないですか。いや、もうクリボー的な効果なんかね、やっぱり。うん、まあさすがにこれはそんなにモンスター星は1か2でしょうね。うん、星1やね。うん、まあでもかわいいっていうのも含めそんな感じの効果はしますけどね。まあそうですね、攻撃できない系の。そうですね、ハネクリボールの効果と同じプラス、はい、相手の語尾は1週間ニャンになる。相手、うん、自分ではなく相手です、はい、いや、これは可愛いんで強カードです。なるほど。カードの名前は猫クリボーにしますか。おう、もしかしたら罰ゲームの順番待ちが起こる可能性がありますね。あいだしさんディエリスと敬語して使って喋るんで。でもあれ神戦あるんでね。あ、なるほど、はい。メビウスオプション5ミリ。なるほど。これはカード名はメビウスオプション5ミリですか。そうですね。自分のプレイ、プレイヤーは1ターンに300ダメージ、1ターンごとに300ダメージをこれから受け続ける。はい。でもこのスタジオでタバコは吸います。じゃあこれフィールド暗号ですね。そうです。なるほど。こんなもいいカードなわけないんですよ。まあ普通に考えたら使わないですね。なんか手札コストにするけど、そこがあまりないですもんね。はい、まさか使うとは思わないですけど。はい。おー、おー、なんだこれ。これはハンドスピナーかな。なんか飛来神のようなトラップにも見えるし、飛来神、トラップ、モンスターにも見えるな、うん、まあでも低級モンスターが少ないんで低級モンスターですか。はい。まあこういう邪悪系のカードはなんか、なんていうんですかね、相手のモンスターを有無を言わさず殺す代わりにこっちに非常になんか制約がある系の、うん、制約、何が思いつきます？これ関連の制約、邪眼。まあ、そうですね、自分の邪眼を解放すればっていう話ですよね、うん、まあトラップカード、いや、トラップカード、いや、リバースかな、リバースモンスターカードみたいな感じですかね、うん、結構強くしていいかな。相手のモンスター1枚と、はい、相手の、場の魔法かトラップ伏せてやるカード、はいはい、1枚破壊できます。はいはい。ただし、邪眼を発動した場合、邪眼とは、まあ、1週間赤いカラコンを入れてここに油性ペンで邪悪の模様を描くことです。邪眼の説明は、まあ、その場にいる柴さんに来てもらう感じですね。邪眼ハンドス黒竜、はあ、あ、モンスターか。はい。邪眼ハンドス黒竜虫ですかね。はあ、早く終わってくれ。そう、長い長いって虫さん。あと4枚かな。あ、うわ、これは強い。これは強い装備カードみたいな感じですか。そうですね、やっぱり。でもこれも邪眼がありますよ。まあ、邪眼トレットですかね。邪眼、邪眼トレット、はい、うん、装備したモンスターは、うん、まあ、でもデメリットがあるかな。うん、大きくていいと思います。あ、使いたくなるような、うん、2000。ただし邪眼を発動した場合、はい、はい、だから最悪2週間邪眼になってしまいますね。なるほど、はい。ほう、思想脳路を防いでいく。これはなんだ。これはなんだ。これはなかなか、ね、カードにしにくい感じですね。これはわからないな。でもモンスターではさすがにない。
今後一生歯磨きをするならばこのカードを発動できる。歯磨きをしない場合に発動できる。あ、する、する。あ、する場合。哲也さんですよね。まあそうでしょうね。まあいいですね。はい。そうするともうとんでもない最強の効果で勝つとかでいいと思いますね。勝つ。まあこれだけだと自分だけで勝ちを決定してしまうのがちょっと怖くて。なるほど。相手にはなんか決定権を与えたい。うん。今後一勝する場合勝つ。いやでもあいつどっちなんだろう実際。だったら相手も相手の手札を全て捨てるとかじゃないですか。もうほぼ勝ちみたいな。まあどうね、カードゲームで手札を全捨てっていうのは、うん、もう禁止も禁止よ。うん。カードの名前は一勝よ。あと少しで終わりが見えてきました。おお。いやモンスターではないよな、うん、モンスターだったらなんか目とか書いてあるはずですもんね、うん。モンスター少ないじゃないですかこの人のデッキ。ねえ、ちょっとバランス悪いですね。でもまあ相手モンスター破壊はするだろうな。うん。まあこれはですね、遊戯ボール、あの遊戯がサウザンドナイフっていうカードありましたよね。それの一本版だと思います、ね。一本ナイフ。はい。うん、相手モンスター1体を破壊でしかないかもね、この写真だと。うん、うん、後半ちょっとこってりすぎてたかもしれない。うん。それでいきましょう。柴田様これで。今月分の新発売の、カードの情報すべて出揃いましたので、ボーイ。あとは私たちにお任せしてゆっくりお休みくださいね。結構疲れたよね。1時間半ぐらいやってた。結構疲れました。なんか思ってた4倍大変でした。いやそりゃそうよ。カード考える人たち尊敬します。ありがとうございました。じゃあこれ最後まで飲んだらお帰りください。なんか締めがね。